毎度工場です、ローライの二眼レフ 2.8F プラナーですね。かなり綺麗な状態が入荷しております。付属品はケース、純正のケースとストラップ、これはセットで入ってます。あとこれは、当店の在庫にあったものですね。まあ、まずまず綺麗ですが、ちょっとボディに比べるとちょっと擦れとかありますけども、まあおまけぐらいに思っていた。こういうのを買うと1万人とか1万5000円しますのでね、おまけぐらいに考えていただければ、まあ使うには全く問題ない綺麗な状態ですが、まあボディが本当に綺麗なので、こういうちょっとしたのも気になるといえば気になります。まあまずまずだと思います。ストラップオリジナルで、袋入っちゃってますけど、全然劣化がないです。綺麗です。全く問題ないと思います。ケースですね。このケースも綺麗ですよ。かなり綺麗な状態です。メーターのカバーもついてますが、ちょっと擦れてますね。このように非常にいい状態です。ワンタッチで簡単に外せます。全然ほつれなどもなくていい状態ですね。まだ革が生きてる感じですし、ストラップのストラップというか縫い目のほつれもないです。非常に綺麗ですね。ボディ、これがまた本当に綺麗なんですけど、まずキャップはプラのタイプがついています。露出系、このカバーもオリジナルですね。これはこれも綺麗です。まあこう遠目でも分かると思います。かなり本当に綺麗です。ホワイトフェイスですね。247番台後期型の F になります。切り替えはないです。フィルムは120専用ですね。まずローライはだいたいここがどうしても出っ張ってますので擦れるんですが、綺麗です。本当に綺麗です。ちょっと擦れてるだけですね。非常に綺麗です。あと、まあここら辺もよく傷になってるんですけども、これも本当に綺麗な状態です。素晴らしいですね。ここら辺もぶつけあったりするのもありますが、これは全く問題ないですし、ヘリコイドもスムーズで平行もきちんと出てますね。非常にいい状態だと思います。レンズも綺麗、ミラーも綺麗です。ピントフードの、まあ使用感がないというとあれですけど、本当に綺麗な状態です。全く問題ないと思います。まあ、F はこれワンタッチで撮れるのが特徴です。スクリーンも綺麗ですが、まあ、多少すればあるかと思います。内部ミラーも綺麗ですね。いいと思います。レンズが539万台のザイスプラナーですね。コーティングも綺麗です。本当にもうここら辺のメッキからしてもね、全然違いますね。本当に綺麗です。露出系ですね。露出系もこのように針がビンビンに振ってます。まあ、精度もまあまあだいたいいいと思います。あとここのメーターカバーのプラ部分ですね、これ透明が本当にサラみたいに、まっさらみたいに透明です。よくここはこうひびが入ったり割れたりしてるのが多いんですけど、本当綺麗です。これちょっと信じられないぐらい綺麗ですね。いい状態だと思います。この辺も全く問題ないですね。いいです。綺麗です。
内部も綺麗ですね。バルブでレンズ綺麗です。レンズも、まあ、うるさいこと言えばほこりというか塵とか、まあ、多少の汚れはあるかもしれませんけど、まあ普通に見る限り全く問題ないです。絞りもきちんと動いてますね。スローシャッターもきちんと動いてます。光速も大丈夫ですね。本当に美しい状態ですね。これだけ綺麗ですと、通常ですとすごい高価になってしまうかと思います。ここの窓も綺麗に見えてます。ちょっとなかなか難というか傷とかが見当たらないですね。本当にいい状態だと思います。 2.8F の合皮型ですね。ホワイトフェイスと呼ばれる合皮型になります。まあ、ここまで綺麗なのはなかなかうちでは入らないんですけどもね。これでしたらコレクターの方でも十分納得できる本当に綺麗な状態だと思います。